はロシアモスクワに拠点を置く航空会社である。1993年2月12日に設立され、1993年11月25日に運航を開始した。また2009年7月24日から2009年11月の間、EU 域内への乗り入れが禁止されていた。2011年9月21日、 ヤロスラブリ旅客機墜落事故が発生したことに伴い、運行を停止した。2005年1月時点での保有機材は、以下の通りである。約マイナス40型機約、約マイナス42型機2011年9月7日、現地時間午後4時5分頃、プロアイスホッケーチーム、ロコモティフヤロスラブリの選手団を乗せた、秋9633便が離陸に失敗し、 ノシ島空港から約2キロメートル離れたボルガ川に墜落。乗員乗客45名のうち44名が死亡し、整備士のみが唯一助かった。事故機には、ロシアのプロアイスホッケークラブチームであるロコモティフ、ヤロスラブリの選手、スタッフ37人が登場していたが、全員死亡した。ありがとうございます。